どうもなおちんです。メタファーやっていきます。よろしくお願いします。さあ今日はですね、新しく2つロイヤルを解放できるようになりましたので使っていこうと思います。ロイヤルですけども、最上位のアーキタイプのさらにもう一つ上のやつになります。今のところロイヤルナイトだけ解放できてたんですけども、さらに2ついけます。ストロールのロイヤルファイターで、そして灰ザメの、ロイヤルシーフか、この2つをね、解放できるようになったんですよ。ではまずですね、ストロールの方ですけども、条件としてはサムライとウォーロード、共にランク20にする必要があります。そしてストロールのランクも8に上げないといけませんけどね。ストロールを最大まで上げて、さらにサムライとウォーロードランク20です。さあそれではロイヤルファイター覚えましょう。結構ポイントも必要になるんだよね。3万か。まあ結構余ってるから全然大丈夫なんですけども、いやーこれまだまだ必要だな。まだまだ必要ですよ。 OK。 じゃあとりあえずロイヤルのファイターが解放されました。身につけます。でそしてハイザメの、ロイヤルシーフいきましょうか。こっちが、条件としては結構厳しいですね。忍者のランク20、そしてドラグナー15、タイクーン15となってます。いやー、これはなかなか育てるのがめんどくさかったよ。はい。では、ロイヤルシーフ同じく3万ポイント。なかなかポイントはやっぱりなくなってくるよ。うん、お金に変えてたんだけども、まあ、お金は普通に稼げばいいかっていうふうに思いました。 OK、うん、ロイヤルシーフつけます。 OK で、ランク20まで上げれるか分かりませんけども、ちょっと上げてみますね。いやー、ランク17にするのが精一杯でしたね。アイテム99個すべて使ったんですけども、いや、マックスにするのがなかなか厳しかった。まあ、1体だったら20にできたんですけども、2体となると、ちょっと経験値が多すぎる。まあまあ、最後のね、パッシブ以外は取れたので、いいとしましょう。で、ロイヤルファイターですけども、上の4つがもともと覚えてたやつです。元々の最上位職で使えてたやつだね。うん。まあ、剣の先進、剣、精神統一。この二つ、いいっすよね。命中回避3段階と、攻撃力が3段階。これはすごく使いやすかったですね。で、武器の心得で通常攻撃が 50% 上昇してます。で、この下三つが、新しく覚えたやつですね。ブレイブザッパー。まあ、おなじみのスキルなんですけども、クリティカル率が高い残属性の物理ダメージ、大ダメージですね。うん、クリ率が高いっていうので、すごく使いやすそうです。まあ、MP36 で結構、消費は激しいなと思うんですけども、まあ、なんとかしていきましょう。で、ハイブースターですね。で、継承スキルでブースターをつければ、残属性が 50% 攻撃力アップするので、いや、強い。やはりロイヤルはめちゃくちゃ強いね。で、そして、なんと、発想飛びを覚えました。義経の技だね。発想飛び。でも、義経と違って、確定でクリティカルじゃないんですよ。クリティカルはなしの、全体に、小ダメージ8回ですね。これ、クリティカル確定だったら、絶対強かったんだけどな。まあ、そこはちょっと残念なポイントです。で、MP 消費が88。多すぎる。うん、マックス MP が370で88使うっていうのはなかなか厳しいですね。で、最後に覚えるはずの、パッシブですけども、物理攻撃で敵を倒した際に、プレスアイコンが減らないっていうやつ。うん、素晴らしいね。まあ、20で覚えるので、今後これ覚えさせましょう。で、そして、ロイヤルシーフの方ですけども、これも上の4つを
もともと最上位職で覚えてたやつですね。これ不動使いやすかったですよね。闇属性の物理攻撃で大ダメージで命中回避を低下させて、めちゃくちゃこれは使いやすかった。で無限、これはねあんまり使いにくかったかな。 MP 吸収するけどもそんなに吸収しないんですよね。で変わり身で無効にして、で心眼で攻撃を受けるときに、敵の命中率が半減、シーフにものすごく、マッチしてるスキルです。でそしてこの下からが新しいやつですね。強奪を覚えました。盗むが、強奪にパワーアップしたね。強奪によって高確率でレアアイテムを盗めるようになったので、今までアクセサリーで、盗むの確率を上げてたんですよ。それをようやく、変えることができたっていう感じで、いやこれは嬉しいね。でそして迅速の心得ですね。戦闘開始に命中回避を大幅に上昇。素晴らしい。もうシーフに本当に向いてる。で試練ですね、全体に、大ダメージで、さらに一定確率で即死ですね。まあそんなに即死は入らないかもしれないですけども、まあ全体攻撃で使いやすそうです。で最後に覚えるはずのパッシブが、敵の攻撃を回避した時に、敵のプレスアイコンを全て消費させる。おーおー、回避しやすいんで、これはなかなかいいんじゃない？雑魚戦とかですごく使えそうな気がしますね。はい。ということで、ロイヤルシーフとロイヤルファイターです。早速これで使ってみましょうか。それでは、行きましょう。強奪。あ、こいつ何も持ってないや。こいつ何も持ってない。いいっすよね。強奪素晴らしい。あ、レジストされるけども倒せる。おい、かっこいい。でもって発想とブレイブザッパークリティカル出る。おお、こんな感じなんだ。はいはいはい。でこっちは、あー、まあ特にないか。発想飛びやろう。発想飛び、発想飛びはどれぐらいいく？あ、なるほど、これ強いわ。ペルソナとかメガテンでは確か8回をばらけてランダムに攻撃だったけども、おそらくこれ全体に8回ずつじゃない？いやちょっと分かんない、試してみよう。ちょっと発想飛びを試してみましょうか。敵の HP 結構あるから多分全員に8回ずつと思うんだけどね。おお強い。いやそりゃね、 MP をあんだけ消費するんだもん。そりゃそうさ、あんだけ消費すればそりゃそうだよ。でもって最後これいってみましょうか。まあまあまあ派手だけどまあそれなりっていう感じですかね。はい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 。ということで今日はですね、ロイヤルファイター、そしてロイヤルシーフ解放できましたので使っていきました。いや強かったね、強い。ロイヤルシーフのブースター入れてなかったな。さらに火力は上がりますね。 20% 上がる。継承スキルを入れてなかったんで、継承を入れていけばもっと火力は上がっていきます。でこの発想飛びね、いや強いのよ。確定8回ダメージあるんで強いんだけども、 MP 消費が、これ MP 半分になるやつとかなんかないかな、あったかな。人定税半分になるのはあったけども、通常が、半分になるのはどうだったろう。
はい、まあとりあえず、ロイヤルファイターそしてロイヤルシーフでした。残りあと3体かな、うん、あと3人、ジュナとユーファとバジリオ、この3人が、ロイヤルをまだ解放できておりませんけども、まあ今日中になんとかねやっていこうと思います。はい、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。